北海道高等学校の廃校一覧は、北海道における廃校となった高等学校の一覧。対象となるのは、学生改革以降に廃校となった高等学校と文校である。名称は、廃校当時のもの。廃校時に属していた自治体が合併により消滅している場合は、現行の自治体に含める。また現在休校中の学校は公式には、 存続していることとなっているが、休校中の学校は事実上廃校となっている場合が多いため、便宜上本校に記載する。札幌市南区札幌市北区札幌市東区、札幌市中央区札幌市手稲区石狩市函館市、上磯郡、二見郡、駆動郡、瀬田谷郡、日山郡、阿武田郡、岩内郡、シャ郡、タン郡、古郡、 古ルベラ軍、ヨ一軍、岩見沢市、美梅市、三笠市、夕張市、滝川市、砂川市、宇田市内市、足別市、赤平市、深川市、ウ竜郡夕軍、郡ーバリ軍、そら軍、軍、旭川市、富良野市、市別市、名寄市、上川軍、中川軍、ルモイ市、ト前マ,マ軍留萌ルモイ軍、マシケ軍、ワッ市、エサシ軍、テシオ軍は網走市、北見市、門別市、網走郡門別軍、シャリ軍、室蘭市、登別市、網田郡白井郡猿郡日高郡帯広市、加星郡 トカチ国上川郡トカ郡軍、ト,軍ト国中川郡阿ショロ軍、釧路市、アッケ市軍、川上郡根室市、札幌市、中央区江別市、岩見沢市、赤平市、カバト郡ルモイ軍、網走市、登別市、トカチ国中川郡釧路市、根室市。ありがとうございます。